はい、速稼塾の久保でございます。今回は FX のプロトレーダー、そして暗号通貨の専門家としてね、お話したいと思います。 0xLSD に関してですね、こちらの方私は参加はしていなかったんですが、一歩引いた目で見ていることが長かったですね。というのが、多分私もね、多分この日本でかなり早い段階にこの 0xLSD に関しましてはプロモーションの依頼を受けて、でずっと保留にしていたところ、まあ、結局こういう風になったんでね、今は私は参加しなくてよかった、少なくとも自分から拡散しなくてよかったなと思うばかりでございます。それでは一旦こちらの方ね、まとめながら私の考えもお話していこうと思います。 0xLSD に関する詐欺疑惑について、まあ、ちょっとこのね 0xLSD っていうのがまず読みにくいですね。正確な情報をお伝えするにはより具体的な情報が必要になってきますけども、今手元にあるものだけでまとめてレポートさせてもらいます。まずこの 0x ってのは何なのかってことですけども、どのような仮想通貨なんでしょうね。明確にしていきましょう。まずは 0x はともかく LSD ってものに関しましては、リキッドステーキングデリバティブですね。このように読むようです。まあ言い慣れてない言葉なんで、私もね舌がこんがらがっちゃいそうです。でこちら LSD はステーキング報酬を受け取りながら、そのトークンを他の用途に使えるようにしたデリバティブトークンの一種なんですよね。 0xLSD はこの LSD を元にしたトークンであるというふうに考えられているんですけども、詳細な仕様やプロジェクトの目的は具体的な情報がないんで断定できません。つまり私でもこの辺がわからないわけなんですよ。ということはこの、まあ言ってみればね、被害に遭った方って多分この 0xLSD が何なのかってことを全く理解してないと思います。ただいわゆるいつも言う利益、数字が走っちゃったんでしょうね。なんかよくわかんないけども、お金払えば増えるんでしょうぐらいの感覚で投げてしまって、この 0xLSD の事業に共感したとか可能性をきちんと理解して事業が進んでいるその進捗と重ね合わせて確かになと思えるものがあるということではないと思います。ちなみに専門用語の補足をさせてもらいますね。デリバティブトークンです。これはですね、既存の資産、株式、債券、コモディティなどやデジタル資産、暗号通貨などを裏付けとした新しい種類のトークンのことなんですけども、何デリバティブ、何トークン、んコモディティってわからない人はまずこの 0xLSD に参加してはいけなかったんじゃないかなと思います。つまり投資家としてね、基礎用語とか基礎概念がわからないのに、じゃあこの投資案件はねって言われても、そっからの話多分右から左に抜けるだけだと思うんですよ。少なくとも自分で分析してやっぱりこう追っかけていけるもんでなければ危なくってね、手元のお金を預ける気にならないっていうのが私の考えなんですけども、いかがでしょうか。はい、そして詐欺疑惑の根拠についてお話ししていこうと思います。 0xLSD が詐欺を疑われているという情報について、どのような根拠に基づいているのか、具体的な情報があるとより詳細な分析が可能になるんですけども、今手元にある情報だけで判断することになります。ここではこの通貨、またこの仮想通貨モデルについての情報が不足しているので、一般論にとどめてね、紹介させていただくって形になります。はい、ちょっと 0xLSD というと離れてお話ししましょう。一般的な仮想通貨詐欺の手口としては以下のものが挙げられます。まずは架空のプロジェクトであることね、実体のないプロジェクトを装い投資を募ると。なんかノアコインっていうのありましたけども、あれはどうだったんでしょうかね。はい、2つ目、ポンジスキームです。まあこれもね、投資話かなんか詐欺の話かよくわかんないやつですよ。うん、新規の投資で古い投資家の資金を払い戻す、いわゆるネズミ講のような仕組み、この仕組みに入っちゃうとまず普通の人で見抜くことは不可能です。3つ目、ハッキングです。プラットフォームがハッキングされて資金が不正に流出するということで、詐欺ではないんですけども、お金を払った方にしてみればセキュリティの問題どうなってんのってことになって不満が出てくるのかなと。そしてプロジェクトの本体に対して賠償を求めるという動きにもなってくるでしょうね。やっぱり投資家さんの資金を守る義務が、うん、そういった運営の方にありますからね。はい、そしてこれもたまにあることです。うん、開発チームの失踪です、もしくは仲間割れ、こういったことで突然姿を消して連絡が取れなくなるっていう自然現象、自然消滅のパターンっていうのがこの手の投資にはよく見られます。皆さんはどうですかね。いや私はね、イーサクラブとかね、
なんかスノーボールプロジェクトっていうのがあったんですけども、あれなんてまさに多くの人からお金を巻き上げといて、そして連絡が徐々になくなっていくみたいなね、巧妙な手段だったと思います。私もあれ誘われてね、私のあのお金は払ってないんですけども、まあ、名前だけでどっかにね書いてはいないのか、うん、それいいですねぐらい言ったと思うんですよ、うん、そしたらね、速稼塾の久保さんも認めてますよみたいなプロモーションをやったやつがいて、それでなんかね、私は身に覚えがないんですけども、いわゆるそういった語りの手口で、多くの登録者を出したんじゃないかなってところもありますけども、やめてくれと思いますね。まあちょっと話戻りますけども、開発チームが失踪したり仲間割れっていうものをね演出することによって消えていくっていうパターンがあります。どちらにしてもお金を払ったからすると、まあ冗談じゃないよって話ですよね。はい、価格操作です。これもありましたね。人工的に価格を操作して高値で売却して利益を得る。あの、私が参加していたあるね暗号通貨あったんですよ。あのレーサーマシーンにね投資をしてるってことで、その広告費たるや、まあ、なかなか並々になるものだったんですけどもね、まあ、その案件と同じ名前の暗号通貨が一般マーケットにあったんですよ。で、同じタイトルなんですけども別のものなんですよ。でも実際に同じものっていう風に私たちは確認しないんですよね。タイトルが合っていれば同じもんだろうと思うんですよ。そしたらこっちは詐欺だったんですよ。こっちは真っ当だったんですよ。こっちの詐欺にいくらお金払ってもいくらお金払ってもこっちが保証するわけもなくね、ただなんかお金がなくなっていったっていう、そんな事件でございました。若かりし日の過ちです。で、情報収集のポイント 0xLSD に話戻しましょうか。で、情報はねどんなものが必要なのかってことなんですけど、まずホワイトペーパーです。プロジェクトの理念や技術的な詳細が記載されたホワイトペーパーがまずありますかってこと。 0xLSD に参加された方、このホワイトペーパーまず手に取って読んでみましたかってことです。その後ホワイトペーパーに共感しなければ契約なんてするべきではないと思いますね。それから開発チームです。とんずらかましてもらっちゃいけないんで、やっぱりそこそこ足の固まった方がいいですよね。開発チームのメンバーや経歴、実績は公開されていますかということを注意すると、投資をもうちょっと冷静に見れると思います。で、ロードマップですよね。将来の開発計画や目標が明確にされていますかと、うん、まあ、こういったものが数字とか期限ではっきりしてますかってやつですね。エマーゴなんて本当に立派なもんですよね。はい、次、コミュニティです。プロジェクトのコミュニティが活発に活動しているか、どのような情報が共有されているか、まあ、LINE グループみたいなことになるかもしれませんけどもね、まあ、そういったコミュニティによってサポートが定期的に受けれるかってことも、こういった案件を選ぶ上で大事なことです。つまり契約したらどうなるのかってことです。どこかに情報を取りに行くんじゃなくて、向こうから積極的に情報をどんどんいただけるんですかどうですかってことですよね。はい、そして取引所への上場、どの取引所で扱われているか、取引はどの程度かね。もうすぐこの仮想通貨上場しますよって言われても、どこに上場するのかってことが分からなければね、あれ乗るべきではないですよ。で、公開前なんで言えませんって言っても、それは株式じゃないんだ、公開できるでしょって話ですよ。むしろ公開した方がプレセールでの売り上げが高くなるわけですから、願ったり叶ったりじゃないですか、ね、こういうふうな、あのやっぱりね、理論武装していかないとなかなか営業マンには勝てないんじゃないかなと思いますね。次、メディアでの報道ですね。 0xLSD に関するニュースや記事はどのぐらい報道されているでしょうか。インターネット、リアルメディア両方です。で、注意べき点なんですけども、情報源の信憑性ですよね。情報ってのはそもそも鵜呑みにするものではなくて9割疑った方がいいです。その上で自分がその情報を採用するのか、情報を探し続けるのかですよね。情報収集する際は信頼できる情報源であることを、確認することが重要と。そして高すぎる収益率にも注目をした方がいいですね。短期間で高額なリターンを約束するものは破綻の可能性が高いんですよ。だからしっかりと積み上げた家よりも、本当にね、短期間で建てたタワーマンションの方が倒れやすいって感じ、そのイメージを持っていただければいいんじゃないですか。それからプレッシャーによる投資、プレッシャーをかけられて投資を焦らされたとかね、強引な勧誘があったってやつは、まあ契約しない方がいいでしょう。周囲に誘われて焦って投資しちゃダメですよと。周りの人が契約書を書いてるからって言って自分が契約をね、ノリでしちゃダメですよってことです。で、情報開示の不足です。プロジェクトに関する情報が不透明な場合は投資を控えてください。情報不足の間はまだ投資をしてはいけませんよっていう神からのお告げですからね。ここら辺がね、分かった気持ちになって投資しちゃう人いるんですよね。分かった気持ちになっちゃダメです。投資はどこまで行ってもゼロになるリスクが10秒後にはらんでいると、そういった意識が
あってちょうどですよ。まとめです。仮想通貨投資は高リスク高リターンな投資であることを理解して、十分な情報収集と自己責任のもとで行うことが重要です。もし投資に関する不安がある場合は、専門家や信頼できる人にご相談くださいということで、今回は 0xLSD についてお話ししましたけども、まあ 0xLSD については結局未だによくわからんってことですよね。わからんってことは関わるなってことなんでしょう。それじゃあ。